DM で「僕の財布と iPhone ないですか?」って言ったら「あるよ」って言って「ダウンもあるよ」って言って「何で帰ったの?」って言って「家帰ったら家にあったのは半袖とゲロだけでした」ってい。ってことで今回のゲストは。 ラップ業界でのキャリアは長く、バトルから音源、またね、タジャーンルの作曲なども手がける、メロディックな作曲ながらもね、男らしいラップが売りの。 北の大地かが生まれたラップスター、リラックスくんです。お願いします。お願いします。リラックス。あ、じゃあどうもどうも。北の大地やばい。北の大地やばい。北大地間違いないでし間違いないでしょで。え、空気をふるえっとは旭川。北海道の旭川。北海道も真ん中だね。そうですもうど真ん中のところ。え、もう生まれ、もう育ちもそこだったんですか。そこ。 いつまさひかな、22時までだから札幌とかは別に住んだことなくてあ旭川からもうそのまま東京に引っ越してきて4年ぐらいかな、もうそうなんですね。わあでも全然違くないですか、環境全然違うよ、違うっすよね。もうね、暑いしね、そうです、朝、今、そっとくやつ多いしね、ちょっとね、やっぱきついな、田舎のものにはちょっと。ねちなみに 浅井川の生活はどの感じだったっすか。浅井川、いやまあでも普通になんか浅井川いた時は、はい、それまあラップもやってるけど、うんうん、あの普通の仕事とかもして、<ー>塗装のペンキペンキ屋さんの仕事をしながらなんかその東京に行くその引っ越しの金をみたいな<ー>貯めてみたいな。はい、まあ音楽がずっともう高校生からやっ,やってたから、はいはい、中学か中学中学二年生ぐらいからやって。はい って感じか。もう十年ぐらいやってんのか。マジっすか。ね、やばい。すごい。長いよね。長いですね。え、もともとそのラップに入ったきっかけとかって何だったんですか。きっかけはなんか友達の兄ちゃんがあのラッパーだったんで、あの朝日川に俺ラッパーなんていると思ってなかったから、ヒップホップやっぱりなんか東京とか札幌ならいると思うけど、朝日川にラッパーはいないでしょうと思っていて、それが友達の兄ちゃんでそのライブを見に行って、うわ。 やれるんだみたいななって、えーえー、じゃあちょっと俺もやってみようかなみたいなそうなんだえ最初からえ最初やっぱフリースタイルとか入った感じフリースタイルも,もう MC バトルも出たしう、ね、なんかビートジャックで、はい、俺一番初めてライブした時の ビートは確かフィフティセントのアイゲットマネー、あれでなんかフリーサイドとかこう自分でバス書いて、オリジナルのビートなんて持ってなかったから、そうっすよね、そうそうそうなかったから、それ初めてライブしたやつ、すげえなあれでやったの、えフィフティセント当時から好きだったんですか？いや全然全然全然、ただなんかちょっとそういうなんて言うんだろう、まあアイゲットマネーだからなんかちょっとやっぱなんて言うんだろうな。 まあちょっとい,いかついちょっとオラ,、うん、オラオラしてるわけじゃないけどはい、はい、ちょっと攻撃的な。 こととはちょっ言いたいなと思ってこれでもう金をゲットするぜみたいなそれちょっとドリームみたいな感じのノリでやりたくてとりあえずビート探してたらそれが出てきた YouTube かなんかですか確か YouTube だった気がするんだよねなんかフリーダウンロードのその落ちててはい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 これにじゃあちょっと載せてみるかみたいなええったのが最初最初の最初のライブそれはいつだった何歳ぐらいだったんですか最初のライブは16かな16ぐらいでも初めてすぐライブした感じですか ま、ちょっとしばらくはサイファーとかやってて音源作ったのはいつだったかな、まあ、でも多分それが最初だった気がするんだよね。<ー>ちゃんとレコーディングしたのかレコーディングしたのかそうなんだ。そうなんだ。え、なんか最初インスピレーションを受けた人がいたんですかインスピレーション、お兄ちゃんいやでも俺はずっ,あや俺ずっとニューボーイズっていうアーティスト好きで、ニ,はい、ニューボーイズそのアメリカの2人組で。はい なななんんだろうななんかスキニーパンツとかそういういカ,カラーパンツを履いてて何、はい、て言うんだろうすごいファッションもなんか,となんか奇抜な、はい、すごいの見たことないなこの感じみたい<ー>なのを見てで俺がちょっと細身だからはい、はい、それちょっと。 もうダボダボのパンツとかに合わなくてちょっと好きなものをそのアメリカでやってるやつらがいてうわやべえみたいなもうそこが入り口入だりね完全にファッションとかはそういうのももうそのラップの最初のあれとかファッションとかもやっぱり最初はヒップホップ学んだわけじゃないですか、うん、そこはやっぱ音をかきながらファッションを学びながらみたいな感じ同時並行でやってた感じとにかくでも,も,うもうラップをうまくなりたいっていうのがでも一番 強かったかなとにかく上手くなりたいなんか都会に負けたくないみたいなやれるぞみたいな俺らもやれるぞみたいなローカル魂が出ちゃっていいっすね重要っすよねそういう魂め大事大事大事ちなみにバトルから入ったんですかじゃあ音源作ってバトルもいやバトルやってたです。バトルやってたバトルやってたそれはもうライブやりながら同時並行でバトルって感じです同時だねでバトル出た 後になんかこう全国にちょっとブワーって名前広がって、はい、でライブでこう地方呼んでもらえるようになってライブどんどんじゃあもうどんどんライブ呼ばれるからじゃあ音源もいっぱい作んなきゃってなるからそこ作ってったって感じかな。一番最初の頃と今のスタイル多分ちょっと違うと思うんですけどどういういに進化してたとかあります、うんえー、でもとりあえずもうメロディアスにとにかく聴、ね、いてってもう聞き心地がやっぱいいようには。 作りたたいいなななってうにきか昔は何かこうとにかく韻を踏んでタ、はい、イミングかっこよくバッチバチに踏んでっていう思考だったけどはい、はい、もう全然今聴いてて気持ちいいか気持ちよくないかを優先するようになって、はい、それは何かめっちゃ思いました、うん、リダックス君の曲聴いててもなんかすごいメロディックじゃないですか。うん、でまあ 歌に近いけども歌じゃないしあと多分リアックスくん結構声ふくふ太いじゃないですか多分で結構なんかその繊細な声でメロディックなとかラップとかも結構あると思うんですけど、うん、なんか結構スタイルが独特だなと思っててメロディックんだけど声が太くてい,いいところをねちょうどいいところをもう極めたくてずっとそういう感じやってる、ね、<laughs> いいっすねじゃあもうそれはずっと極め続けてる極め続けてるもうずっと今も今も今も、ね、今もずっとそれをうそうなんですね結構音源とか、うん 最近でも今年入って2曲シングル出してるんですもんね出してるうんじ人生桜花桜花があれが2月とかでしたっけそう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 もうあれは MV も出てるんだけどあれはもう北海道の東川っていうところで撮って、はい、でも雪の中撮って北海道感をとりあえずあれはこんな感じでは北海道今っていうのを <laughs> 絶対見せたくてやったことですよ <laughs> いいですね もうちょっと前の方が結構リリースがバンバンしてたイメージあったんですけどそうだね、まあうん、今年はなんかちょっと今やっぱ夏だからはい、はい、夏っぽいサウンドでやりたいと思ったんだけど<ー>な,んかなかなかちょっとピンとこなくてなるほど、うん、今なんかそうだねまああの何曲かまだ溜まっててこれからリリースはするんだけどあそうなんですねそうそうそう,そうええー。まあ問題なく。問題なく問題なく。なくいい感じに <laughs> <laughs> いいうすね。いいそすね。うん。 ちなみに今のビートとかはどうやって作ってるんですか。つく自分で作ってるあじゃあ,あの同じレーベル、俺レーベル入ってるんだけど、はい、その BCDMG というレーベルで、そこのレーベルにいるマイケルジェームスっていう人とまあほぼこうタッグ君でやってる感じなんだけど、はいはい、の人にずっともう二人でミーティングしながら、はい、あの。 作っていいっすねいいっすねえそのレーベルに入ったきっかけはどういう感じだったんですかなんかその俺高校生ラップ選手権ってやつ出たんだけどそれ出た後にそのレーベルの社長からなんかツイッターで DM 来て「どっか今こうレーベル入ってるんですか?」って言って「ようそんなね田舎のただの入ってないそす知らないじゃんじゃあうちどうですか?」みたいな。 契約みたいな感じなんです、ね。うん、え、それが何年前ぐらいでしたっけ。それが。七年前ぐらいかな。二千。そうなんだ。十五年とか。え、かな。そっか。七年前。七年前だ。二千二十二年だ。そうですね。二千二十二年ですね。早いですね。早いね。早いですね。<laughs> <laughs> そっか。じゃあ、あえ、当時何歳でした。なったんですか。レーベル。高校生らしく。二十七とか,か。うん、だ、ちょう、あ、でも、それ、レーベル入ったのは。 二十歳ぐらいかな。二十歳ぐらいか。うん。高校選抜選手が十六。十だから。はいはい。やばいな。<laughs> <laughs> すごいですね。えー、長い、ね。そっか。えー、でもあのー、なんだったっけな。YouTube あのー、なんてなんて YouTube のチャンネルだったっけ。 エアウェーブスミュージックあれはレーベルとつながってる感じなんですかエアウェーブスミュージックは BCDMG のそ,のそこからつながってるなンカっていうがつな<ー>がってるレーベルだねまあ<そ>ち近い近い、ね、近い感じなんですそこで結構何曲かリリースしてるじゃないですかしてるし,てるしそれもなんかレーベルがこういうふうな どうですかみたいな感じでやってるんですなんかそんな感じだった気がするあんまちょっと覚えてないんだけどあ, <ー S 2> <laughs> あんま覚えてないんだけど <laughs> そうなんですね何かなんかこっちでいいんじゃないみたいな感じだったけど <laughs> 適当な感じだった気がする <laughs> そうなんだなんかレーベルに対してのなんかアイディアって結構少ない人多いと思うんですよね俺も結構その音楽業界多分言えないこともあると思うんですけど、うん、レーベルってどういう仕組みなんですか大体ええ、うん、仕組み仕組み言えないですか言えなかったら全然<え>いいんですけど言えないとかじゃないけど、はい いやーなんだろうねーでもまあ基本的にはあのーまあ、仕事を取ってきてくれたり何かアルバムとかを作る時にこう予算を出してくれたりとか、はい、こうどこの会社からその出版するかそのリリース先はどこだみたいなのなんか決めるとかぐらいなのかないや他のレーベルが分かんないけどはい、はい、結構俺リラックス個人に関しては。 もうフリーにやらさせてもらってるからあ、もうやりたかったらもうどうぞみたいな今日とかも全然もう取っちゃってみたいなそういう会業のね取っちゃってみたいな感じだからあどうごすって感じだからそんなに俺はあんまなんか逆に分からないかもしれない他のレベルとかもっと厳しいのがあるのかもしれないブランディングとか分かんないけど俺は全然ない結構自由にやらせてもらって自由にもうやりたいことどうぞなえ、こういうプロジェクトやりたいって言ったら結構そういう良さも出してくれたりするなるなるそれがあ、いいねってなったらもう へえーやばそれ夢じゃないですか多,多分今結構やっぱ増えてるじゃないですかやっぱ絶対増えてるじゃないですか増えてる増えてる個人でやってる人多いよね多いですよね多いよねそうなんですよ、うん、どうなのかなと思ってなんかそのいろんな話も聞くじゃないですか、うん、レーベルがどうのこうのだからこれがどうのこうのみたいなとか、うん、なんか多分でもレーベル目指す人とかも絶対いると思うしうん、うん、多分そういうの気になってる人がいるからどうなのかなっていう,う、ね、いやでもやっぱりあのー、大きい仕事をするんだったら、はい、多分レーベルー いた方がまあこうちょっとなんか保証になるというか<ー>名刺じゃないけどこういうとこにいるのでみたいな、うん、もし例えばなんかやらかしたとしてもどこの誰か分かんない個人よりかはここにいる人ってなったらもういろいろんか安心じゃんそうですねで確かに確かに何かあったらそこはでかいんじゃないかなと思うね<ー>、うん、そっかまあ確かにな、うん、あでもプロとまあそのまああるっすよねどっちがいいとかあれがいいとかあるあるですけどでも 結構自由にやらせてもらえるようなレーベルだったら全然全然面白いもんね分かんないですもん分かんなくなる自分で何かコンテンツ作りたいって言っても全然いいんですかあ、そうなんだそういうこレーベルの仕組みもあるんですね仕組みも全部こうブランディング固められたりとか方向性これやねこうやれよみたいなそう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 いうとこもうるとそう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 うそ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 うだうそ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 そうそうそとそうそそうそうそうそそううそそ えじゃあレーベルに入って2年後に東京来た感じですよねそうな、ね、んです、うん、2年後か<で>その間の仕事してみたいな感じだったからはいはい、はい、そうだったんですねそうそうそうえその東京に行こうって決めた理由とかタイミングだって何か意味あったりしたんですかいやなんか地方にやっぱゲストで呼んでもらうと北海道からって絶対飛行機じゃん。はい、確かに新幹線 あんまなないいじゃ函館からそんなに行かないで行かない行かないってなったら引っ越した方が早くねと思っちゃってああまあ確かに不便だよそうですよねどこから行くにもやっぱ絶対羽田がいいじゃん確かにそうって考えたら絶対引っ越した方が仕事も増えるよなと思ってああそういう意味でそう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 だったら飛行機かかるじゃない。そうですね。一こうそう沖縄行きますとかなったらちょっと大変そじゃない。そうですそう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  行けたっけな新千歳空港から行けたっけななんか俺沖縄一回修学旅行で行ったんですけど多分大阪かどっか一回通ったと思うんですよねどっちだったかな分かんないけどちょっと分かんないけどはいちょっと分かんないでも行きやすいですよね新幹線とかもあるだろうし大阪も大阪だってね行きやすいもんね大阪も行きやすいどこでもそうだから絶対っ越した方がいいじゃんと思ってそれでも決めてあもうこれ金貯めて行こうみたいなええそうなんですねちなみにやっぱ東京出てきて やっぱ違うじゃないですか絶対朝日かと、うん、なんかうわこの東京のなんかいいところと引っ越してきてよかったところ引、うん、っ越してきてちょっと最悪だったなってあ <ー S 1> あいうこととかあったりしますめちゃめちゃあるんだけど <laughs> まあちょっと代表して言うならまあいいことはもちろん、はい、それ仕事が増えたはい、はい、その稼ぎが増えたとかはあるけどまああとなんかなんだろうな他。 いいところ、そうだな、まあ、飯屋とかさ、やっぱもう24時間で空いてるところがあるじゃない、多いじゃない、多いかもしれないですね、お店が食べ物困らないとか、遊びは困らないけど、嫌なとこは、やっぱゴキブリとネズミじゃない、いや、確かに、絶対、やばいっす、びっくりした、俺、どこだっけ、どっか歩いてて、ネズミがばーってあるんですよしかもレストランあったところ、うわ、きつズみたいな。 いないじゃないですか。でかいじゃん。でかいでかい。ネズミもモルモットみたいなサイズ。そうマジいや、モルモットみたいなのじゃん。絶対。それとかが北海道ないじゃん。ないないもやっぱ帰ったとき絶対。うわー、何感謝だなってなるよね。なるですよね。そうそうそう。モルモットだよ。ビビるっすよね。ゴキブリとかもいるし。いないじゃないですか、北海道。マジで。コンビニ行ってウィーンって入ってゴキブリがなんかさ、出てきたり、一回あったんだけど、お客様みたいな。 <laughs> お客様ご来店です。ご <laughs> <laughs> キブリと入れ違いになっちゃった俺,俺、ごキブリだみたいな。買い物したのかなみたいな。から <laughs>。それないじゃない、絶対ない。絶対それ感謝した方がいい。よごキブリ問題は。確かに。確かにそれは確かに。助かってるっすわよくよく考えたら見ないから分かんないけど。そうそうそう。いざ見て済んだら分かるです。<絶対 S 2> あごだみたいな。あ、そっか。そっか。それ嫌だね。嫌です。嫌だよね。<laughs> <laughs> でちなみに旭川の懐かしいところとかあったりしますこどこ,これ懐かしいな,ーみたいな懐かしいところ、はい、場所か食べ物なんか分かんないですけど、うん、なんだろうな旭川懐かしいところまあでも旭川は、はいまあ、町っていう町っぽいところは一つしかなくて、はい、そこを行ったらまあもう全部全部懐かしいっていうか<ー>その。 スケ,スケート俺やってたんだけど、はい、スケートで街中溜たまってこう滑ってたりクラブとかもそうだし、うん、飲みに行くのもそこだし<ー>だもう街全体的になんか懐かしいっていうふうになるかなっていう昔から結構外休んでるタイプの子だったんですアウトドアタイプだったんですね<ー>え結構もう友達と飲みに行ったり、まあ、飲みに行くのは二十歳前はあれかもしれないですけど。<laughs>

ティックタック全然できない。そうや、全然できないけどなんか楽しかったんだよね。ええー、そうだよ。スケート仲間とみたいな仲間とみんな同じじゃんベロベロだよ。<laughs> そうだね。<laughs> うん。うちょっとレモンサワー取ってきてもいかないか。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。Let's go <laughs> <laughs>。ー <laughs> でもさに。 早くないすか個目いないい音いきましょういいっすねやっぱレモンサワーこれが好きなんですかやっぱねこだわってるからねレモンサワーレモンサワーが一番うまいなあ本当ですか結構飲むイメージあるんですよ話だけ聞いたらうん ねそうですよニート東京とかもちょっと話すると思うんですけどその話多分知ってるかもしれないですけどやっちゃった話とかやっちゃった話飲んであっいやマジ1回やばかったのがま北海道もね12月から2月寒いじゃない寒いです真冬じゃないで俺バーで飲んでてスピリタスを飲んだのですかスピリタスってんかアルコールがもう90何パーとかだったかな だもうほぼもうアルコールそのものみたいな半端じゃないハードリーカーがあるんだけど <laughs> それをショットで飲んだらはじけ飛んじゃってほ<う>であのー、やっぱ冬寒いじゃない、はい、絶対ダウンとか着てるジャ,てるジャケット着てるじゃない俺 <laughs> 街中から家まで半袖で歩いて帰った<笑><笑>っら酔っ払いすぎて<笑>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 やばくないすか<笑>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 でももうベロベロで体熱いから多分寒いって感じてなくてマジで T シャツで帰って財布も携帯も<笑><笑>バーに置いて。 朝起きたらベッドの横に自分のもうゲ,ゲロが <laughs> それでもう次の日パソコンからそのバーの店員さんその知り合いのバーだったから <laughs> パソコンから DM で「僕の財布と iPhone ないですか?」って言ったら「<laughs> あるよ」って言って「ダウンもあるよ」って言って「何で帰ったの?」って言っていや「家帰ったら家にあったのは半袖とゲロだけでした」って。 T シャあの気温分かるでしょめちゃめちゃマイナスマイナス何度とかじゃんそれ半袖でこうやって帰ってやばすぎみたいなそれ過去一でぶっ飛んだ話それやばいっすねさて90何パー飲んだことないじいやナイスナイスナイス聞かないっすもんまずバチン飛んじゃってもうこんな七7パーセントなんてじゃないよペロペロで飛ん あれやばかったマジでやばかった一番最悪の失敗もうゲロなんて絶対トイレでは吐くし俺とだけだったら絶対家に帰るんだけどう吐きそうってなったら絶対トイレでは吐くんだけどなぜかベッド起きたら「俺かな?」みたいなっちゃって「俺かな?」っって。 マジやばいよ。やばいっすね。気をつけてください。気を付けます。みんな気をつけてください。お酒は気をつけてください。マジで。うん。そうですね。北海道の気温で半数で帰った。それはマジやいでも分かる人は分かるです。マジでやばいっす。マジでやばい。マジでやばい。マイナス何度だろうなマイナス十度は行ってるし。十二から二十とか。言ってる中を酔っ払ったからもう無敵もう。うん。帰ったって思ったね。すごいな。 それはすごいですね気をつけてください気をつけますそっか俺最近お酒やめたんですよあやめたんだやめたんですそうなんだそうなんですよあんでやめたのいやなんかいろいろ理由はあったんですけどなんかちょっといろいろ頑張ってるんで一個ずつ俺タバコやめたいんですよねうんなんでお酒一回やめてそっからタバコやめようああなるほどねっていうのもあるんですよ一個ずつっていうそうだねお酒が先の方がいいねそうなんですよねお酒飲んでたらタバコ吸いたくなるじゃんそうなんですよじゃあお酒やめた方がいいねそうなんです えなんか意外意外なタバコまでやめたらでもやばいんじゃないやばいっすね。うわーみたいな丈夫？わかんないです。なんか見つけます。なんか他の破産方法。ういしょがな運動とかにしたいですよね。 なんかやっぱストレス溜まった時期とかあるじゃないですかそれをお酒ってことで解消するんじゃなくて運動とかで解消したらいいから、うん、なるほどね俺最近サッカーやってるよえマジですか,かまあフットサル東京来てからなんかそのまあ知り合いのチームにちょっと入ってはい、はい、あ俺あの小学生の時はサッカーやってたんだけどはい、はい、そうなんですね運動俺もやっぱしないといけないなと思ってはい、はい、太っちゃって東京来てからあマジすかこれでももうめちゃめちゃ太った方がの、ね、昔を知ってる人からすると。はいはい ちょっっとやぱ運動マジで大事だから絶対しゃまあそうっすねいいいつぐらいから始めたんすかえサッカーはいサッカーのフットサイ最近始めたあ最近はねでも2か月前ぐらいかなへえ大人に混じってちと公園っていうかそういうスポーツセンターみたいなところでもうっとことあるからやってみたいいいっすねそうっす俺もねたまに行くんすよ友達とでも俺マジで体力なくてあサッカーやってたサッカーやってたっす中学校の頃 でもマジでサッカー才能なかったんですよね。でなんか二軍のエースやってたんですけど実況的にページあったら同じ同じ感じだ俺も才能ないってなったらこれになっちゃっていや足かいや口だなみたいなっちゃって結局最初小学生の時の夢俺イングランド代表って。 しかもベッカムとかランパートとか,かルーニーとか好きすぎてイングランド代表なりてえって書いてなのにラッパーになっちゃったよそこ日本じゃねえんだみたいなな <laughs> んでか分かんないけど朝いカーいたのにイングランド代表なりていって小学生でっかいっつって,てや,ば <laughs> <laughs> やばいよね ちょっと珍しいっすね。いややばいよね。だから練習練習するときこうみんな結構さレプリカの、はい、そのユニフォームとかなんかはい、はい、こう誰誰が好きだから着てるみたいな、ね、なんかみんな日本の背番号つけてる。イングランドの <laughs> 白いユニフォーム着てやってたんでね。<laughs> マジやばいから。 すごいですね、今もでもラッパーでね、やっぱすごい活躍されてるんでね、イングランドで代表やばいっすね。イングランドやばいよね。えサッカー見たりするっすかあ、見てる。でも、だけど、本当に最近は見てない。あ、本当ですかだから、なんか、今の日本代表は全然あんま分かんない。ああ、そうなんだ。いや、でも今の日本代表結構熱いっすよ。熱いはい。海外組多いんすよ。あ、そうなんだ。ヨーロッパのチームに入ってる選手結構。な、もう、マジで。 半分以上海外選手だよね、多分海外に所属して。あ、そうなん代表は、代表はそうだよね、そ代表やばいっすよ、今。やっぱ中村俊輔、そう、時代的にね、ついてみたいな。はいはい、そうなんですよ。当時も日本代表、俺もその当時めっちゃ見てたんで、あれなんですけど、でもその当時で海外に行く日本選手、珍しかったじゃないですか、賞味。でもも今う半分以上代表 海外選手赤川選手とかその辺その辺もそうですね。でも今はもう出てないんで今年オリンピックじゃないわワールドカップですよ。見ましょう。見ましょう。見ましょう。一試合目スペインっていう地獄の対戦マジです。マジでスペインって今誰いるんだろうわかんない。俺シャビとか確かに誰がいるんだろう今。わかんないですね。 でも応援してほしいねんっつよね。いやもうドイツとスペイン入ってるんですよ。ドイツドイツとスペイン入ってるんですよ。終わってるっすよね。頑張りましょう。頑張りましょう。やばい、頑張りましょう。でも応援しようっていう感じでね。いいっすね、いいっすね、サッカートーク。見たいね。そうっすね。そっか。あちなみに、ちょっとあの共通の知り合いのヤングダイさん。あ、ダイさんはい。ダイさんも旭川じゃないですか。 ヤングダイさんあのネットフリックスのね映画とかにも、ね、俳優の方もね、歌を歌うのを活躍して,てる。朝日川、その時は設定あったんですか、朝日川に行った時は朝日川に行った時はあったね、もちろんもちろん。ですかだけどあの、俺がなんか、あだけどとか言って、全然だけどじゃないんだけど、<laughs> 俺が朝日川でそのラップしてた時<え>中学生かな。はい、中学生のときダ大スさんがそのとき、チリン・デ・ハウスで、ウィンフィールドってキャップ屋さんがあって、はい、その中に。そこでダイスさんが 店番してたから俺会いに行って自分の CDR デモ渡したりとかして「自分は旭川なんですよ」みたいな「あそうなんだ」みたいな「ありがとみたいな感じでさらってやれてその後俺マまはちょっと頑張ってラップでちょっとだけ名前を上げてまた再度つながってそこから認めてくれたじゃないけどちゃんとやってんだねみたいになって。 からまあ今までまず,もうずっと仲良くさせてもらって俺がこっち引っ越してきてもまあ俺が札幌行くときには何かこう連絡してちょご飯行ったり逆に大地さんこっち来るときにこう電話来てちょっとご飯行ったりみたいな感じだからもう,もうほんと地元の先輩だよね最初はほんとヘッズだったから俺も知り合い私に言ってたから「来てください」みたいになってたから。<laughs> 深かいねいいですね曲やったりとかしたからそうっすよね w i t w h t 曲やると思わなかったな本当すか。あれ何年1年2年前か去年とかね意外と結構新しいそうっすよねあの曲好きなんですよねめっちゃ好きっすリアクションもよかったし大差もよかったしベルシティのジェイソンもジェイソンもね出てますからはい曲いいっすよねマジです いや最高っすでバースも良かったっすすごい持ち上げるねいやいやもちろんちろんっすよ最後っすまじで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 小声で小声でまじでまじでそうなんですよいやもうそんっとだから今回出てくれてそれこそ今回とかもあのリラックスにから DM してくれて俺めっちゃ嬉しかったですよあマジはいなんかそのタイミングでーみたいなあったから 俺逆にその札幌行くからみたいな感じでしょみたいなそういえばと思って覚えてくれたんだと思ろんでぜひぜひみたいなタイミングが合いましたね。しかもちゃんと時間通りしかもめっちゃ開けてくれるっていういや30分前行動が当たり前でしょそうですよねでも結構やっぱいるんですよ。あもうオーバーしてもうオーバーとか30分とか送れる人もいるんですよ中にはそうそうそうだから一言だけ言いますけど30分前行動が当たり前なんだ絶対。 いや本当にありがとうございますそうですよねそうですよねラッパってそういうの時はルーズなところあるじゃないですか時間俺それ逆に嫌でなんかだらしないのをちょっとなんかブランディングぐらいに思っちゃってるのがちょっと違うなと思ってこれで金を稼ぐこれが仕事って言うんだったら仕事はちゃんとやれよみたいな確かに確かに確かにわかるっていうタイプっていうそうですよねいやでもそれマジリスペクトですやっぱ特に若い子とかやっぱ多いと思うんですよねそういうのねそうそうそう まあまあ、人それぞれだけど。そうですね。いつかそういう人はちょっと怪我するから。確かに。その通りです。ということで。あのね、若い、若い頃、気をつけた方がいいよっていうね、話ですけど。全然話変わっちゃっていいですか。ファッション。かっこいいと思うんですけど。あれなんか、こだわり、一個ずつなんか。いや、な、マジなん、何もでも、特になくて。あ、そうなんですか。本当なんか。い、一つ一つ。で、なんか好んで買うから。はい。これとこれ合わせたいな。みたいな、あんまなくて。 えー、俺のバック DJ はめちゃめちゃおしゃれなんですけどんか別にあんまファッション意外と昔ほど興味なくなっちゃってそうなんですねもうあこれかわいい買うぐらいだけどはい、はい、そんなになんか。 シルエットがとか、もうもうなくなったかもしれない。はいえー、それよりも、もうラップを,ラップを、ね。とにかくもうスキルを。まあ、ファッションも,もちろん大事だけどね、その M. V. とかさ。あるから、あれなんだけど、そんなにファッションにこだわらなくなってきたかも。しれえ、うん、え、全然なんか、買い物とか、どう、どういうとこ行くんですか。なんか。なんか結構、俺、友達の店とか、なんか繋がってる人の服着るかな。まあ、それ重要っすよねよ。あんまり、そのハイブランドとか、あんま興味なくて。はい,は,いはい、はい。絶対誰か持って。 まあ確かにそれはも誰か来てうわえもちろんかっこいいんだけどかぶ、はい、る確率は絶対ハイブランドの方が高いじゃない確かにってなったらなんか友達が最近始めましたっていうアパレルとかはまだそんなに持ってる人もいないからかぶ、はいはい、らないじゃないみたいなかかかかかかえーうん、なんか友達のおすすめのブランドだったりかするんですか このキャップ、俺バックディジェこれブランド、コントロールですね、コントロール。これはね札幌出身のやつで、武蔵っていう DJ がいるんだけど、俺、バック DJ なんだけど、そ最近始めたので、めっちゃいいねもう宣伝です、買ってください。買ってください。俺も普通に可愛いいなと思ってたんで、コントロールって、最近、本当最近だ出たな。そうなんだ。このホスターとかも、そうこれは別でつけてるんですか いらしチェックしてください、名刺を入れてますんで、ぜひぜひ皆さん、チェックお願いします。いいっすね、なんかそういうの、ちょ重要じゃないですか。身内で自分のフレンズだけで集めて、俺、めっちゃそっちの方が、なんか別にハイブランド悪いとは言わないと思うし、もちろん、それも高い服とか着ないんですよ、マジで。まあ、シェイプガットが俺あるんですけど、なんか、その俺、今日う初めて買った T シャツが。 超高くて俺からしたらめっちゃ高いんですけどえなに？6600円高いっすよね高い高い T シャツ6000円高くないですか T シャツで6000円高いいやそうなんですよでも高くないっていうふうになってんだよねそうなんですよね6000円なんてそうでしょみたいな高い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 俺からしたら高い高い高いちょっと頑張って買ったんですけどこれはちょっと重要な日にと思って買ったんですけど東京だしみたいな いや千九百八十円ですよやっぱりそうですよねわかるです1980円だよそうですよね俺もそうですマジでそういうのが好き普段でね着るならなんかこう MVE とかなんかとかだったらまあ一万までならみたいなのがあるけどいやわかんない価値観は人それぞれだから T シャツ六千円も安いっていう人もいるしそうですよねでも T シャツだぜみたいな T シャツだぜマジでマジで そうだっすよ。1級パーでい言う。1級パーでい言う。1級パーで言う。間違いない。それ間違いない。いや、マジで、ちょっとこれを、結構、その、なんか、ヒップホップは、その、高いもの着てるのがかっこいいみたいなイメージが、俺もなんか、あんまり声大にしていなくて。でも、話してたら、あ、もしかしっと考え合うかもかな。うんうん。ちょっと話したら、高い高い。高いっすよね。な、いるじゃない、この、もう、三万円、五万円、八万円、十万円、五百万円みたいな。いるいうんや、もちろんかっこいい。それは、そこでかっこいい。お金ね、稼いで、その証拠だけど。 実際身につけて街を歩いててそれがその何円だっていう風に気づく人ってあんまりいないと思うないと思うんですよね、うん、全然の1 0千円とか来てても、はい、えそれいく何円したのって、うん、1, 1円だけど別に五千円って言えば五千、うん、円だと思うし自分がこうやっう人は一緒に自分に似合ってればいいんだです、ね、高くても安くても似合ってればはいはい、はい そのの人セ確かに確かに俺が心配なのは本当に何て言うんだろう若い子とかやっぱりラッパーに憧れてる子とか多いからそういうのですごい高いもの買って身につけてバレンシアがドーンってそう買えるったらいいと思うんですよ全然普通に買えるしいいじゃんみたいなまあ好きだったらいいと思うんですけどでもやっぱそのねそうっすよねあんまり言えないなでもこれだからちょっといろいろちょっとまあちょっと反感を買わってくるから反感っと。るから アンチがね。でも、そうじゃないですか。だって、ブランドネームだけじゃないですか、んなのって、ほとんど多分。来てるものって、多分あんま変わんないんですよね。変わんな絶対変わんないですよね、記事とか。そういうね、会話ももうちょっとヒップ業界でホップの業界でしてもいいのかなと思う。自分をブランドものにする方を決めた方がいいよ。本当そうですよね。絶対そう。絶対そう。マジそうだよね。自分が1000円ぐらいの価値だっていう人が5万円を着て5万1000円と。 自分が5万円ぐらいの価値がある状態で1000円のものを着て5万1000円一緒じゃない確かに。本当にそうですね。一緒じゃない深い。深い確かに深<い>そう。本当そうだと思います。で自分自身がそうですよねハイレベルになって。それ本当そうです。自己投資で

ててとかかもあんまりしない感じです基本的にキャップかぶるから短ければいいみたいな感じだけど今結構伸びちゃってて金髪がちょっと伸びて切ってるんだけどだから明日とかに染めに行くけど髪染めるのはすごい好き金髪が多いですか金髪でもいろんな色やってて今まで赤青 紫シルバーとか結構いろんな色やってるんだけどもちろん普通に髪を出して遊びに行くのもあるんだけど基本的にキャップだからほんとここのサイドの後ろだけ短ければもうまあいいかなみたいな感じするんだけど 結局、キャップがぶかる。そうなんですよね、キャップセットピッシーみたいな、あんま俺やらないから。そうですそうでそうでセットピッシーすると、キャップかぶれなくなっちゃうそうですよね。崩れちゃうすもんね。崩れちゃう、崩れちゃう。そっか、そっか。え、ちなみにいろんな色やった中で、この色めっちゃよかったから。シルバー。シルバーだ。シルバーか。え、でもそれって一回ブリーチしてなんかやる感じなんですかそうそす。そうなんだ。時間かかるっすね。めちゃめちゃやったら3時間らいかかるよ。えー、3時間かかる。ブリーチ、まあ、その、その時の状態によるんですけど、まず。 カットからブリーチしてちょっと置いてみたいな3時間はちょっと持ったかな1時間じゃないか1時間ぐらいそんなんでも終わるっすか終わるほ本当っすか俺一回自分で彼女に手伝ってもらって染めたんですけど今もうほとんど短くなって何回やってるんですけどこれぐらいなんですよいろんな色やってみたいなっていうのはちょっとあってああな何色がいいかな何色がいいっすか俺逆に えー、ええ赤赤い,いっちゃいわ赤いっちゃったら<赤><赤>面白いですかね結構いいんじゃない面白そうですよね赤いいと思うけど、ね、えどんくらい持つですかでそれにしたら全然一週間持たないと思う <laughs> すぐ金髪になるよあそうまあ一週間は持つかなどうだろうか、ね、わかんない本当にその本当もう髪の毛って本当人によるからその質ああそういうことかもうあるしそのケアケアにもよるしそうですよねうん。 でも赤いいと思うけど赤いいっすかねちょっといろいろやってみたいかもしれないもうヒゲも赤にしたゃう全部もうバと全部赤みたいなそれも新しいっちゃダメヒゲも染めちゃうみたいな確かにねブリーチしてみたいわひげブリーチするの痛そうだな痛いと思うよ絶対うわーみたいなああ絶対なるそうですよね絶対なるえブリーチして痛くなったりしないですかめっちゃ痛い痛い もう泣きそうになりながらこうこうなりながら俺耐えてるんずっとそうだ、った痛いみたいな。めっちゃ痛いんだけど、大丈夫ですかしみてますかみたいな。痛いですかって言われても、大丈夫ですとか言って。そうっちゃ強がっちゃって。痛いんだよ痛そうだな。2回するんだよね。あそっか。 うん、短いっすもんねしかももっともっとそれにさらに全部色ももうコロコロ変えるからか金髪ならずっと金髪でいるんでもいいんだけど、はい、いきなりちょっとなんかああちょっと青入れたいなーとかあ<ー>なっちゃってじゃあもうちょっとこうブリッジしないとダメですねだ、はい、ったらもうもう一回もう塗ってずっとこうやっていて,ーってうわー大変そうだな、ね、まあおしゃれは黒が好きものって感じですかねそういうことですそっかえー、なるほどなえちなみに こっち来てからあ、北海道でなんかバーバーとか行ったっすか、うん、どこすか北海道は美容,美容室でなんか知り合いのところで染めてぐらいだった東京に来てから、お店とか探してないですかそういうなんか基本的にもっと一からやらんなきゃいけないじゃないですか、東京来てたぶ、うん今まで慣れてないから、はい そういうので最初苦労とかしたですかやっぱ髪型ングタンとかしたねー。ねでももうその先輩なり知り合いなりその東京でつながった人にどこのこう美容室とかバーバーがおすすめですかってもう地元の人に聞いてみたいなはいはいはい紹介してもらうみたいなガイア X かね。

出張で来てたとき、道場はやばいっすよね。やっぱもう、行け行いっすよね。た多分有名だと思う。有名ですよね。そうだ、道場は有名だと思う。そこ、オレンジのね、ピッシーって出てくるそんね。ちょっと、楽しい。来た際には、来た際には、ぜひお願いします。お願いします。ちなみに、東京でこっち来て、なんか、見つけた美味しいレストランとかあったりしますないんだよね、それが。あないんだ。ないんだよね。えんあと、なんていうんだろう。 っても名前忘れちゃうんだよねあ、そうういことっすか多すぎてお店が「あれなんだっけ?」「ラーメンがうまいとこなんだったっけ?」「名前」みたいななっちゃって「多すぎて」「いっぱいあるから逆にあんまないのかな?」「そうなんだなかった気がするな俺は」「エリアとかで行くんですか例えばなんか今日中華食べたいとかあったらどういうとこ行ったりとかするとかあるんですかあでもそれ横浜じゃない横浜中華街中華街あるですよね例えばその 韓国料理食べたいとかさ新大久保とかさそういう感じぐらいだからそっかた細かいこのなんていうお店がとかは俺はあんま分かんないああ多分みんなあると思うけどこの店絶対うまいよみたいなあると思うけど俺今んとこあんま分かんなくて本当すか適当に入っちゃうね適当に入っちゃうんだあそうなんですねえそうだってちょっと変わっちゃうかもしれないですけど旅行とかもやっぱプランせずに行くタイプですかあ もう何も決めない。何にない宿泊先だけ決まってれば、ああ、最悪みたいな。もういいやと思って。ちなみになんか旅行とかするすかあ、それするするする。じジですかたまに一人旅一人旅するんだけど、でもやっぱ一人旅して思うのは寂しいね。 そうなんだ最後寂しい最後寂しい帰る時寂しいああ一人で来て例えばこうみんなで行って一人で解散も寂しいけど一人で行って帰りも一人はめちゃめちゃ寂しいめちゃめちゃ寂しいああ帰るんだみたいなそのんかそのじゃあねお疲れとかもないじゃないそう確かに一人でなんか帰る感があんまない帰るんだけどああみたいな。なるかなえちなみに旅行したところどこが良かったですか や沖縄なすか北海道の人絶対沖縄行ったら楽しいっていうかんて言うんだろう行ったことあるんですかサニャラレルギャップがすごいよもうやっぱそうなんだ暑いの寒いのもあるしはははいいいなんか合うんだよなそうなんだ結構行くっすか沖縄とかまあそんなにそんな頻繁には行かないけどうんあの再来月行こうかなと思ってへえ何にも決めてないそうなんだ宿泊先だけ決めてえなんで沖縄はそんないい感じだったんですか 全然ディスじゃないけどなんか時間がこうゆっくり流れてるじゃんいいい意味で何でいいにできるなと思って確かにそうそうんか自分のペースであそこ行こうかなあとでいいかみたいな全然まだいるしみたいななるから気が楽だよね好きですよ沖縄は沖縄はねいいラッパーとか見るすもんね沖縄とかもねいっぱいいるしそっか確かにな沖縄はねちょっといろいろ行ってみたいなあとお酒めっちゃ飲むから 大きなそうっすよね、俺そのイメージあるっすわ。はい。の飲むじゃん。飲むっうわーそういうことっすよね。うわーみたいな。仲良くなるんだ。仲良くなるんだよ。飲みニケーション。飲みニケーション。飲みニケーションあるよ。あやん。うわー、乾杯って言って、絶対あるから、すぐ仲良くなっちゃうから、そっか。いいんだよね。いいっすね。えっ、大体一番最初はやっぱ。 ビールとかですかそれとレモンサワー俺のお酒のそれを聞きたいあるんですよ流れがあるんですよ。まずは例えばそのシチュエーションが居酒屋だとしてすみません生ビールください。生からきます。生ビールは2杯飲むね。まず1杯飲んでその次また生ビールください。2杯飲んで生ビール2杯いった後にレモンサワーを3杯ぐらいかな。3杯ぐらい飲んでその後ハイボール行ってハイボールで。 基本的には終わるんだけどその後にそのお店が例えばもう日本酒をおすすめしてれば、はい、じゃ日本酒ですいません日本酒おすすめの何かありますかってなったらそこの日本酒を楽しむとか、はい、だから最後はそのお店のおすすめを飲むっていう風に決めて。 ビー2ーールルレモンサワー3あーハイボール1、まあ、もしおすすめがないとこだったらそのままハイボールでちょっとフェードアウトする感じ。飲みではよくないですけど。<laughs> <laughs> 10杯は飲むと思う。<laughs> すごいな。居酒屋で絶対。10杯は飲むと思う。ええっ、いいっすわ。いや、お酒好きですよ。うん、っ <laughs> 持ってるもん <laughs>。 確かに今です今です今です家でビール飲んじゃってたからはい次でもそうです居酒屋だと思っちゃってちょっとビール2枚居酒屋らしいすごいですね結構レコーディングとかももう飲むずっと飲むんだそうそうなんかやっぱりそのなんていうんだろうリラックスしちゃうからもう飲んでなんかアイディアがこうわいてきちゃっいあみたいな このフローだってこう急にひらめいたりとかするから、はい、お酒はまじ本当仕事する上で欠かせない,いうあそうなんだだからなんかご褒美ご褒美じゃないんだよねお酒はお<ー>もうその仕事用というかそうなんだうん、えー、する上で大事みたいなもちろんお酒好きなんだけど、うん、なんかその仕事が終わったから飲むじゃなくてうん、うん、仕事するから飲むみたいなそれ珍しいの 終わってるよ終わってるでしょ終わってるでしょ確かに珍しい。世間的にはね、世の中的には終わってるじゃん。ラッパーなんでね。ラッパーだから許されるかなって思って普通の仕事をすると絶対ダメですね。確かに。シャーやるか、じゃっていうなないじゃん。俺これじゃないとダメだから。そうなんだ。シャーレコーディングする前にじゃみたいな感じのなるんですよ。すげえな。 えちなみに曲作るこの,あの順番とかどういう感じなんですかまずビート決めてとかあると思うんですよ。ビート決めて、はい、そこにこうなんかフロー宇宙語で適当になんかメロディーだか<ー>やっぱ最近メロディーがって言ったからもうメロディー先にもうツ「はいうんうんんんんんん」つつつつってたたビート聞いたらいい「うんん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 んねんねんねんん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 んねんねんん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 んねんねん このなんか言葉をはめるみたいな。てへへね、とかなんか、なそういう感じ。そういう感じだ。あと、あとだね。あとまず、フローを決めて、そこに作詞入れていくみたいな。そうそうそう。そういう感じ。そっちの。え。ちなみに、曲一個一個はメッセージとか違くなると思うんですけど。違うと思うんですけど。そういうのは、なんていうんですかね。ビートを決めるきにも、決まってる感じなんですか。例えば、こういう曲を作り、例えば。別れの曲を作りたい。じゃ、あそういうビートを探そう、っていう人もいると思うんですけど。聞いてて、あ、これ別れの時を歌いそうだな。 あそっちが俺はそっちそっちがビート次第で何を言いたいかを決めるそうなんだちなみに曲をこう作っていくために多分一人一人ルーティンとか違うと思うんですけど日々やってることとかあったりしますいやもうあったも。い確かに確かにそう開けるとこから開けるとこ開けるとこから始まってこから始まってるす開けます考えます うん言っっててもうルーティンですそうなんだそっかそっか完全にルーティンですねどぐらいの頻度でで曲作るんすかいやでも基本的に毎日何かこう考えてるけどまも曲作ろうってなるのはレコーディングの2日前とかあそうなんだなんかできるだけこう一番新しい発想とかフローでやりたいからそのずっと書いてて 来月レコーディングですとかはあんまやらないかも。<ー>来月レコーディングなら、じゃあもう来月の,そのレコーディングの2日前ぐらいに、たってこう書いちゃう,う<ー>日々考えてるんだけど、はい、本当にがっちり書き出すのは本当もうすごい近い日に。近々に書くって感じ。そうなんだあ、うん、じゃあまずレコーディングの日決めちゃうんですね。うん、もうこの日にリコーディングする。 追いいい込まれななとやら決めちゃうと「いや絶対やんなきゃ!」ってなるからそこに間に合わせてそういう感じなんでなるほどね中にいるじゃないですか自分の何か分かんないですけど常にやる人とかまあ何ですかね一応何かその素材は考えてるああなるほどなるほどいい。 パンチラインとか考えて iPhone のメモにメモるけど結局使わないんだよねあんまり実際に曲作るとき実際に作るとき全然いざビート聴いてよしやるぞってなると全然違うもの分け出ちゃってでもこれが一番自分が今このビートに対してこう浮かんだ発想なんだなと思ってじゃあそれ落としたほうがいいなって確かにそうかもそうそうそうレコーディングの直前に書くタイプですなるほど 面白いなそうなんですねちなみにリラックスくんってあれですよね作曲活動とかもしてるですよね他の作曲曲提供提供してる歌詞の提供歌詞の提供面白いよ歌詞の提供するのその話を聞きたくてそれ聞かれたことないかもどのでデオもよしどうぞどうぞいやせっか俺まず一つ目俺が知ってる範囲なんですけどアンビシャスうんやっててる俺ミュージックビデオ撮ったんですジャーさんと一緒にあそうなんだそうなんですああはい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 ういは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 いいは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 いいはいはははい その作詞っっっていうところはどかから入ったんですかえ例えば作詞をする仕事ってどういうふうどういうところから始まったんですか、ま、ずいやなんか普通にいやこういうのできますよみたいのを、はい、そのアンビシャス側の人と制作陣とちょっと話しててあっ、はいはい、じゃあ頼もうかなみたいなもともと俺そういうの一応やっててちょっとあの大手事務所とかと普段やっててこういうのやっ,て、ま、やってるんですよねっていうのは一応アンビシャス側の人とも ちょっと話しててじゃあちょっとお願いしたいのがあってみたいになってきてっていう感じもともとかちょっとやってたそうなんですねいつぐらいから始めたんですか作詞で？二2年前とかええんかやっぱコロナ禍コロナになってから自分が表に立つ回数が少なくなるじゃないライブキャンセルそうですねライブキャンセル始めたらじゃあちょっと音楽の仕事をするってなると提供とかだとまあ別にそんなにさ 人前大人数の前に立つわけじゃないからしかも別に音楽の仕事だしなんかちょっと面白そうだなと思ってやってみたっていう感じそういう感じやってるんですよってアピールしてたらじゃちょっとアミュシャス側がうちのコラらみたいなちょっとそういう感じでちょっとラップをとかみてきたっていうっそういう感じだった流れはね流れはもともとその作詞アミュシャスとかも関係ない作詞どういうグループとかに作詞して アイドルとかか多いいんですアアイイシャスみたいなやっっててるてるアイドルが結構多い、うん、他のシンガーとかジャンルとかもやるんですかシンガーはシンガーの人に任せた方がいいかなと思ってあ,あそうなんだへえー、そっか,そっか最近結構やっぱアイドルの中でも、はい、まあラップをあの取り入れてるグループが多いからはいまあ全然もう任せようさって感じああじゃあ結構アイドルの仕事多いですか最近あそうだねそうなんだでもなんか逆にその 自分じゃ言わないことを、はい、そう自分でリリースしないから、はい、自分じゃ言えないことをちょっと言えるのはちょっと面白いかなえどういうい意味で,ですかあのそんな変な意味じゃないんだけど、はい、自分の曲だったら、まあ、言わないなこういうリリックはっていうのも入れれるから確かに自分が歌わないからかか例えば自分の声とかでも、うん、いやこういう歌詞とかこういうフロー女の子の声だったら。 なななんんかいい感じだよでも俺女の子じゃないしなってなった時にあげちゃうみたいなとかそういうそういう感じなんですよ多分んか例えば恋愛の曲とかあったらすごいその子たちになりきんなきゃいあがかったりするんですか多分。というかしそれ多分面白いと思ういいねそれなんかもうなんて言うんだろうなもう全くそのリラックスなもちろんリラックス要素は。 もちろん入れないとダメですよ。でもその9割ぐらい自分をもう一回捨てて新しい自分になっちゃうというか、はい、なんていうんだろ結構スピってる話なんだけど, <laughs> ど思ってるんだろうな <laughs> もう全く別の脳みそで考えてるから <laughs> その子たちのそのビジュアルとかいろんなものをこうくみ取って、はい、あこの子は多分こういう。 なんかキャラ的にちょっとこう早口のラップとかさせたらかっこいいんだろうなーとかいろいろメンバーを見て組み取ってよしって言ってこう書き出すのかな俺的にはやり方は。 リラックスは捨てててる捨すぎるとじゃあそれリラックスだから作詞じゃなくてもいいじゃんってなっちゃうんだけどある程度は残すんだけど本当もう全然別人でやってるへそれ難しいですかしかもアイドルグループって56人とかいたりするじゃないですかそう俺ソロじゃない歌い分けそのパート分けをしないといけないんですよどうやってやるんですかそれは企業秘密大丈夫ですかどういう感じ分けの その人の人見た目、声質、はい、全部分析して<う>その楽曲の流れでバースそのフックのもろもろこの声からこの声に行けばなんか聞き心地がいいよねとか,<ー>か女の子でもやっぱ女の子の中でもそのハスキーボイスがいたりとか,、はい、かい,ろいろんな声質がいるじゃない低い子高い子いるじゃない、はい、それを全部まず一曲まず楽曲を自分でこう投資でこう組んで、はい。 低い声から高い声に行ってサビは低い声で行きたいんだよなみたいになるとそれぞれの声を聞いて低い子はこの子だ高い子はこの子だとかをう<ー>結構ももうテトリスみたいなパズルになっちゃってて <laughs> それでこう説明ちょっとねできないぐらいなんだけど脳みその中で全部やってるからざっと言うとそういう感じにもそれぞれの個性をこう生かして組んでいくっていう。 そういう感じなんだ。え、過去の曲をそのベースにしたりとかもするんですか例えば、その彼らが歌ってた曲とかあるじゃないですか。うんうん、で、そういうのも聴いてインスピレーションにするのか、それとももう別のものを作ろうっていう感じなのか。別のものを作ろうですそうなんだ。うん、もう、もう一人の自分みたいなそう。結構ね、体力使うんですよ。使うっすよね。しかも全部脳でやるんですか、それ。うん、マジっすかすげえな。俺だったら書き出さないと分からんなくなっちゃうすもん。でしょうはい。でやらないと。書き出すと、はい、逆に、 実際にこう目で見てるから、はい、それにこう囚われちゃってそこから抜け出せなくなっちゃうっていうかなんかもうすごい変な感じになるねバッバグっちゃうんでねなんか分かんなくなっちゃったみたいになるからはい、はい、一旦んもう全部脳で整理して決まってからやっとこうちょっとボイスでこうで自分でちょっと撮って取って。 あ自めで撮っておくちゃってたんだプリプロそうプリプロねえーそうなんだこれ大変ですよでもこれ聞いてくる人いなかったマジですかいやめっちゃ面白いと思うんですよねなんか俺周りにそういう人とかあんま聞かないんですけどそれこそアンビシャスのつながりでまあアンビシャスっていうその北海道のキングムーティークラブがプロデュースしてるダンスボーカルユニットなのあれはグループがいてで自分 映像とかかやってるからでミュージックビデオで誘われて行ったんですけど先輩の現場に俺照明とか亀足でセカンドカメラで入ったりとかしてたんですけどその時リラックスくんの名前出たんですよでそういうこともしてるんだと思ってでやっぱあんまり想像つかないじゃないですかリラックス君ラッパーだしでもアイドルだしまあでもその曲ちょっとラッパーラップも入ってたんですけどそういうこともしてるんだと思ってすげえおもろいなと思って。 そういうのありですね。はい。あれだね、そのリラックス要素そう残してる部分。なるほどなるほど。他はもうそのグループを自分から見てやってです。そうなんだ。そっかそっか。わあ、作曲って面白そうだな。興味深い文化文化っていうか仕事っていうかだなと思います。そっか。えちなみに作曲してみたい人とかいます？先作詞か先作詞してみたい人とか。ああでもそれはないかも。ないんだ。ないかも。してみたいっていうよりは。そう 来てからのお楽しみというかあこの人たちだみたいなとじゃあっていうこうなるからそのなんかしてみたいなってなるとなんかもうちょっと構えちゃうからまあそっか確かにそっかそっかあこの人たちねみたいなじゃこう先に要はさ他の楽曲も聴いてさこっち系統だとかなっちゃうから全くないじゃいでいきなりパンって来られる方がうんってなるからサプライズできてほしいサプライズできてそうなんですねえでももし 結構仕事はは断らず基本的にやったりすするんでか作詞よっぽどじゃない限り変な話予算が合えばそあですよね向こうのこういうある程度、一応向こう依頼してくる人はこういう感じのサウンドでやきたいんですよねとかこういうことを言いたいんですよねみたいなのがプロデューサーから来るからそれに合わせるって感じだからそれの加減によってまた変わるからね。そっか えちなみに個人的に、まあ、そう作詞やってられたりとか、うん、まあ実際に自分で曲も出してるしいろんな活動されてると思うんですけど、うん、なんか今年の目標とか予定だとか両方とも自分でキャリアとして。ああまあ、俺はなんか2年前にアルバム出したんだけど、はい、そのアルバム出した直後にそのコロナが始まって。 流行りだしたからツアーできなかったからああそれそっか全部なくなっちゃってマジかだからまあアルバムでね出して次こそはツアーツアーをまあちょっとこれからどうなるか分かんないけどツアーを出したいかなっていうやりたいかなって感じかないいっすね一応結局自分なんでねまあそうですよねそっかそっかえ長期的にこうなりたいなとかこれが目標今目標とか目標って決めたら 意外と叶っちゃうん例えば誰々と曲やりたいなって思っちゃったらなんかね思ったより早く叶っちゃってへえつまんねえは失礼だけどなんかじゃあ次ってなった時に次を探すのが大変だから目標決めないようにしてるそうなんだえどうやってモチベーション保つんですかじゃあこのやり続けるためのこれです最後はここにたどり着く結局これ結局これもうバーってラップしてはい お金をゲットして飲みみに行くたいな結局これなんじゃないかなみたいなそっかそうなんだじゃあこれがモチベーションになってモチベーんかですねアル中みたいになっちゃうけどさアル中じゃないよアル中じゃないんだけどなきゃないでまあいいかなってとかあるけどなんか結局これをちょっと楽しみにしてる部分もあるのかなみたいなもちろん仕事道具みたいなものだけどでもやっぱなんか飲んでる時間は幸せだなと思うからそうなんですねいやアル中でしょ そうなんすねじゃダメなんだよ。そうじゃダメなんだよ。そうじゃダメなんだけど。絶対ダメなんだけど。でも結局。結構なったかもしれない。でも、すごいな。俺は結構なんかガッて理想的な目標がないとガッていけないタイプなんですよ。それは何数字とかってこと例えば、例えば TikTok もやってるじゃない例えば TikTok のフォロワーが100万人いきましたとか。それは目標にします。でも、なんか俺最近気づいたのが。 それって自分コントロールできないじゃないですか。かります見てくれるかもしれないし、見てくれないかもしれないしみたいな。それがあれだなと思って、モチベーションの上がり下がりがすごいんですよ。だから自分が毎日できる目標をやろうと思って、だから毎日投稿をずっとやり続ける、YouTube を週一絶対出すとか、あとは何人、ポッドキャストやるとか、そういう目標を。ゲストに入れるとか、そういう感じの目標も、でもやっぱ数字はモチベーションのやつですね。俺負けず嫌いなんで。なるほどね。間違いないね。そうです。ね なるほどね。これはもう酒が飲めれば。お酒を買うお酒を買うのもお金がかかりますからそのお金を稼ぐために酒を飲んでお金を稼いでそれをお酒を買って飲むために仕事して仕事するために飲むみたいなちょっと訳わかんないルールも入っちゃダメだけど。 もももうそかかななしれいじゃん確かにそうですよねだったらもう欲に生きるって感じだとそっかそうなんですねじゃあ一生お酒はやめないということでやめれないですやめれないやめれないというか別にやめる気もないんだけどでもタバコはちょっとやめたいとはちょっと思う歌うからその肺がさ肺活量とかになるからそこはあると思うけどなかなか無理だよねお酒飲んだらタバコ吸いたいもんね そうっすよね。お酒とタバコって、もう自粛と保証ぐらいセットですからね。もう、いや、俺言ってこと分かるっすよ。分かる。それぐらい、おな、一緒じゃない。とダメでしょう。あ、なるほどね。そっか、そっか、確かに。なるほど。ということで、楽しかった。一時間弱がね。一時間弱あ、もう終わり。もう終わりですけど。そいや、もうちょっと楽しい話したかったんですけど。まあ、でも、これからも多分リラックス、活躍されるでしょうということで。ぜひ今度プライベートで。 きままししょょううってであ、お酒やめたもでもなんか俺ノンアルのビールとか飲んでノンアルのビール飲んでああいいですねじゃあ次はサッカーでサッカーであ、サッカーもいいでサッカー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 でってそうですねお願いしますはいプライベートでもお願いしますということでお疲れさでしたお疲れ様でしたこれからも活躍してくれると思うのではい皆さんぜひねこれからリリースとかもしていくと思うのでねぜひぜひチェックしてほしいなと思いますお願いしますということでまた次のエピソードでお会いしましょう